ヴァンパイアシリーズザ・ナイト・ウォーリアーズ第シリーズ1作目でございます。1994年7月に稼働されたアーケードゲーム、プレイステ1版、プレイステ2版で比較、違いはあるのか。それでは動画スタート。まずはオープニング見ていきましょう。ちなみにね、プレイステーション1版はね、矢沢永吉さんのね歌が入ってるので、ちょっとそこら辺はちょっと再生できなくなったので歌の方はカットしております。全く別物のねオープニングとなっております。こんな感じです。モリガンですよね。すごく印象的でした。このモリガンがね登場したのもこのヴァンパイアが最初、ね、すごい独特な世界観、独特な操作方法、すごくねヴァンパイア印象残りました。さあオープニングでございます。ヴァンパイアということでオープニング、さあそれではねスタートしていきましょう。まずは起動からねスタート、戦闘開始までの起動スピードでございます。結構もうロードが入ります。はい、プレイステーション2版もう来ましたね。はい、15秒。さあプレイステーション1、思ったより早いな。さあ何秒差だ、何秒差だ、まだまだ来ない、まだ今ロード中だ。あ、来た。お、差はねおよそ13秒差でしたね。そこまでなかった。疾風の人狼ガロンステージ、はい行きましょう。ガロンとね、さあさあさあ、尻尾の数、いや一緒かな、ガロン。そうなんですよね、ガロン。はい、今プレイステーション2版の音でございます。こちらねプレイステーション1版の音。やっぱりね結構書き込みが違いますね、色も違うな。はい、勝利で次行きましょう。次の対戦相手は、あ、もう勝ちポーズの一応見ない。はい、そしてね次の対戦相手はこちら、ビクトル・フォン・ゲルデンハルム、怪力の屍。さあフランケンシュタインのような敵ですよね、ビクトル。さあ行きましょう。はい、プレイステーションワンバンの音。はい、勝利。結構あのステージのね後ろの幽霊とか、ああいうの違いますね。さあ次の対戦相手、それでは行きましょうかね。次の対戦相手は誰、はい決定、死のロッカー、ザベル・ザ・ロックということでいきましょう。一時ねザベル使ってたこともあるんですよね。このキックのノコギリが素敵。さあ行きましょう。後ろのお化けの数が明らかに違いますね。プレイステーション版お化けの数、あ、いるのはいるんだ、でも数はすげえ少ない。結構違うもんですねこうやって見た。はい、今プレイステーション1版のことでございます。まあ本当このねザベルとかもなんかすごいおしゃれな感じがしましたね。はい、ということで勝利。はい、次の対戦相手は誰かな。ここら辺は色合いの違いなのかな、書き込みはそう変わりなさそうですね。はい、次は復活のバラをアナカリス行きましょう。ゴールドラタンみたいですよね。さあ行きましょう。そのゴールドラタンみたいとか言っちゃいけんよね。さあバラを制御、後ろの、あ、でも結構綺麗にしてますね。結構綺麗、炎の感じはちょっと違うのかな。でよーく見たらモーションとかも結構違うんですが、まあそれはまた別の動画で作っていきます。
はい、勝利。さあ、炎が燃えてないな、プレイステーション1版。それでは次の対戦相手、次の対戦相手はこちら、夢見る猫フェルシアニャー、ということでフェルシアに行きましょう。さあ、このネオンがねすごく印象的ですよね、フェルシアステージ。そう、今でもね、今でも登場してるのかな、カプコン VS、 あ、マーベル VS カプコン。はい、フェルシア、なんだかんだとね、個人的にあのチャムチャムとちょっと被るところがあるんですが、フェルシアでございます。はい、勝利。また見直しておいて。はい、勝ちました。それではね、次の対戦相手いきましょう。次の対戦相手は誰かな。はい、来ました、呪いの武者ビシャモン、ということでビシャモンね、強いですよね、ビシャモン。まあビシャモン使えないんですが、ビシャモン使いってなんか強いイメージがあります。アーケードでね、ほんとこれ上手い人すごく上手くてね、ビシャモン使いってすげえ上手い人いました。そんな思い出も多いこのヴァンパイアシリーズね。はい、プレイステーション1の音。さあ、結構プレイステーションやべえな、いけるか。はい、勝利。まあでもいろいろやっぱりちょっとずつ削られていますね。さあ、ここでは次の対戦相手いきましょう。次の対戦相手はこちら、誰。おお、来ました、闇の貴公子デミトリーマキシモム、モフ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 ね。さあ、デミトリー来ましたよ。デミトリーステージはどうなんでしょう。あー、でも色合いがちょっと違うのかな。どうだ。100万円って言わねえけどね、絶対100万円って言われた、デミトリーの EX 技。ワイ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 、はい、勝利。はい、バシバシ勝っていきますよ。それではね、次いきましょう。プレイステーションは負けたみたいですね、ウィン1になってるわ。はい、次の対戦相手はどちらでしょう。はい、来ました、水の英雄オルバス。オルバスも強い、結構でもこうやって見るとね、癖が強いですよね、あの敵のいうかキャラクターの癖が強いですよね、パンパイ。この独特な世界観もまたたまらなかったです、水の英雄オルバス。まあ、プレイステーション2版はね、ほぼアーケード移植と見てもいいでしょう。そういえばこうヴァンパイアシリーズね、ほんと移植しないですよね、今プレイステーション3。プレイステーション3では出たけど4では出てないですね。はい、待ちました、また出直しといて。ヴァンパイアコレクションとか出てほしいですよね、プレイステーション4からプレイステーション5の方で。まあダウンロードコンテンツでもよろしいです。さあ、次の対戦相手はもう残り1人、雪の豪傑サカッキー、サスカッチ、噛んだ、サスカッチです。サスカッチね、もうどう見てもイエティですね。結構またね、あの強パンチ、その足のぐるぐるキックが痛い、サスカッチ。プレイステーションワンバンの音でございます。はい、勝ちました。また出直しといて。まあひどい。ということで次行きましょう。次の対戦相手は隠しキャラになるのかな。副ボス、サブボス、サブラストボス、ということで行きましょう。キラーマシーン、フォーボス。フォーボス、いきますよ。フォーボス、
勝てんのか。ボボスステージもなんかちょっと、あ、結構でも書き込みが違いますね。お、後ろのロボットがちょっとちっちゃいね。ちっちゃい、はい、勝利。はい、アームがね、点滅するとことかはプレイステーション1ではね、演出されておりません。移植されて、再現されていませんでしたね。さあ、それでは次行きましょう。次はこちら、ラスボス、宇宙の支配者、パイロン。このね、炎のパイロンね、もうすごく、あれ、性格悪そう、燃やされる。そしてパイロン戦行きましょう。さあさあさあ、そう、両方とも攻めております。パイロン強いんだよな。この当時のラスボスって本当に強いですよね。いや、燃やされる、やばいやばいやばい、両方やばい。いや、いけるか、おし、投げた、いや、ダメ、勝てるか、両方。はい、勝ちました。はい、プレイステーション1版は、はい、アップでございます。はい、そしてエンディングでございます。今回はね、初代ヴァンパイア、プレイステーション2、プレイステーション1で比較しました。皆さんどうでしたか。皆さんのご意見もよろしくお願いします。コメントよろしくお願いしますね。それではね、また別の動画も作っているので、そちらもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。皆さんはしばしエンディングお楽しみください。